はい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 。あんまりマイナスなこと言いたくないんですけど、今年巨人もし優勝できなかったとしたら、相当長い間優勝できなかったと正直思うし、来年以降の戦力ちょっと最悪なこと考えるとマジでやばいんちゃうかなっていうふうに僕思ってます。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっともう気が早すぎるんですけど、ジャイアンツの来年以降の布陣というか、来年以降のまあ、戦力みたいなところについてお話していこうかなというふうに思います。じゃあなんでこんな話題を今やんねんって話なんですけど、先日、まあ、ジャイアンツ優勝してたじゃないですか。で、その優勝インタビューかなんかで、まあ、その、坂本選手と岡本選手と浅野選手がその生出演というかね、テレビに出てた動画をね、僕たまたま見まして、で、その坂本選手が、まあ、岡本選手が、まあ、来年メジャーに行くかもしれないんで、みたいな感じで、こう、まあ、ちょっと冗談みたいな感じで言ったシーンがあったんですね。で、そのシーンで、まあ、岡本選手はね、もうなんていうか、無言を貫くというようなね、対応しましたけども、その動画を見てですね、あ、待てよと。あれ、岡本選手ワンチャン、今年ポスティングで行く可能性あるんちゃうか、来年やばないって思って、ちょっと今日ね、動画を撮らせていこうかな、撮らせてもらおうかなっていうふうに思ったんですね。で、まあ、はっきり言って、まあ、岡本選手がもし抜けて、だけでも正直やばいじゃないですか。正直ね、今年ファースト守ってくれたし、サードも行ってくれたし、なんならレフトも行ってくれたっていう、そこまでね、4番でね、チームの主軸という選手がそんだけ動くチームを僕は見たことがないというかね、うん、まだ2ポジションだったらまだわかるかなっていうところはあるんですけども、もう3つのポジションやるってよっぽどだと思うんですね。だからそれぐらい器用な選手だし、バッティングでもね、素晴らしいというところで、まあ、使い勝手が良すぎるっていうところがあると思うんですね。で、岡本選手が、まあ、流出するしないみたいな、いろいろありますけど、実際のところ、もう一人流出しそうな人がいるんですね、はっきり言ってね。うん、大城さんなんですけど、まあ、大城さんもね、その、FA かな、したっていう、取ったっていう、FA 権を取ったっていうのがあるんで、別にゼロではないと思うんですね。残るか残らないかは、それはね、明言は避けてましたけども、この間もね。実際、もし、最悪の事態を考えたときに、大城、岡本が抜けた場合、どうすんのって話なんですね。で、まあ、岡本選手抜けたら、まず、ファーストであったりか、まあ、サードは、まだ、なんとかなると思うんですよ。というのも、モンテスがもともと、まあ、内野手っていうのがあるんで、モンテスをサードにしたりとかね。まあ、坂本さんも、まあ、来季はどうなるかなって、まあ、代打になるのかな、それはわからないですけども、とかね。若手で言ったら今ね、中山選手とかね、めちゃくちゃいいスイングしてるじゃないですか。っていうところで、まあ、ティマ選手もね、2軍にいますし、っていうところで、サードはまだなんとかなると思うんですよ。で、僕、問題結構ファーストかなと思ってて、ファーストも、まあ、誰かを、まあ、こう、やればいい、コンバートというか、こう、やればいいと思うんですけど、まあ、結局、まあ、岡本選手クラスというかね、っていう選手は正直いないから、岡本選手しかいないから、それが抜けてしまうと、間違いなく得点力はね、落ちるし、で、大城さんももし抜けてくるっていう話になったら、どっちかというとキャッチャーですよね。ファーストがやばいっていうよりかキャッチャーですよね、そっちの場合はね。で、まあ、小林選手もベテランになってますし、岸田選手も、まあ、今年すごく素晴らしい活躍してますけども、まあ、実際のところまだ1年目というところね、レギュラーというか、まあ、こういうんだけで試合出たのは1年目というところで、来年ね、まあ、成長していってほしいとは思ってますけども、実際どうなるかわからんっていうところで、まあ、大城さんの打撃力もそうですし、まあ、キャッチャーとしての存在力っていうところも、ものすごくあるので、そういったところで、もし岡本選手と大城選手が抜けた場合、相当弱ないって、来年以降。って僕思ったんですね。で、レフトとかに関しても、その、まあ、モンテスが今守っててくれたりとかするんですけど、まあ、やっぱり多分、総合の二人がもし抜けたとしたら、間違いなくモンテスは内野手に持っていくと思うんで、で、またレフト開くじゃないですか。で、レフト誰するのっていうところで、まあ、丸さんであったりとか、まあ、秋広選手であったりとか、まあ、正直打てる選手が入って、
てくると思うんですね。で、この2人抜けられるとちょっとやばいなっていう気がしてるんですよね。で、センターに関しては、まあ、ヘルナンデス選手が、まあ、万全になって来年も契約してほしいと思ってるし、そうですよね、まあ、浅野選手だったりとか、オコエ選手だったりとか、萩尾選手なんかもね、非常にまあちょっとずつ出てきてるっていうのがありますと。うん。で、まあそうですよね。で、僕最近ちょっと思うのが、来年以降、結構中山選手キーになってくるんちゃうかなと思ってて、僕、あの打撃力っていうのは本当素晴らしいと思うんですね。ただ、まあ守備というところでね、どこを守るのかってところの話なんですよ。サード行くのかって言われると、サード、じゃ あ、モンテスがいますよねって。モンテスと中山比べたら、どっち打つってなったら、多分モンテスの方が、まあ打つんちゃうかっていう話になってくるじゃないですか。で、じゃあショートにするかって言われると、まあ門脇選手だったりとか、まあ伊豆口選手もね、まあいたりとかしますよね。で、まあ今年の起用法見てたら、結局、門脇選手が相当調子悪かったんで、まあその、他のね、選手使ってたりしましたけども、ショートでね。で、結局、まあ、門脇選手がある程度やっぱり、まあ2割5分6分ぐらい打ってるようになるんだったら、じゃあ門脇使おうかっていう話になるんで、多分、ショートっていうのは守備力結構重視してると思うんですね。安倍監督的にね。で、じゃあセカンドいけるかって言われたら、吉川尚輝選手いるじゃないですか。ってなると、中山選手ね、僕あのバッティング使いたいと思ってるんですけど、その使うポジションがね、なかなか難しいなって思うんですね。だったらもう守備力ももうしっかり上げて、ショートを守れるようにってところだと思うんですけども、やはり守備力で言ったら門脇選手が一枚上かなっていうふうに思うので、そういったところで、まあ来年ね、中山選手ですか、一軍に間違いなく帯同するとは思うんですけど、まあこのままいけばね、このままいけば帯同できると思うんですけど、すごく難しいなってところはあって、うん。で、先日の試合でも、まあ、吉川選手の代わりにね、まあ、伊豆口選手、セカンド出たりとかしてましたけど、あの、ベースカバーの遅れであったりとかっていうところも、まあ、ありましたし、まあ、伊豆口選手も結構ね、1年目とはいえね、結構なんかこう、ちょっと怪しいなっていうところも、僕の中では正直あるので、そういったところで、まあ、中山選手がどこで出るのかっていうところもそうですよね。まあ、来季見物になってくると思うし、で、ドラフトというところに関しても、じゃあ果たしてどこ取るのって、まあ、ピッチャーを取ってった方がいいのかなって、左のね、僕の大学の後輩の金丸選手でしたっけ、左のピッチャー、いいピッチャーいると思うんですけど、まあ、そこを取っていくか、まあ、青学の西川選手でしたっけ、うん、っていうところを、まあ、取っていくか、まあ、この2択になるかなとは僕は思うんですけど、まあ、ショートは宗山選手はね、僕はいいかなっていうふうに思うので、実際本当に、まあ、10年に1人とか、まあ、いろいろ言われてますけども、実際どうかなっていうところは、僕の中ではね、まあ、スカウト陣は知らないよ。まあ、スカウト陣の方が、まあ、毎試合見てるわけなんで、そっちの方が信憑性あると、あるっちゃあるんですけど、僕は、なんか弱い気がするというか、体が弱い気がするというかね、意外と、そんな感じじゃないんじゃないかっていうふうなところはあるんで、僕の中ではね、あくまで僕の意見ですけど、だったら、その、ピッチャーであったりとか、そのさっき言った西川選手みたいなところを取っていくっていうのがいいんじゃないかなと思うし、でももし本当に、でも分かんないじゃないですか。岡本選手もほんまに抜けるかもしれないし。で、優勝したらね、優勝してからメジャー行けみたいなことよく言われるじゃないですか。で、結局今年優勝したでしょってなってくると、まあ、カズマも抜けるかもしれん。で、大城さんもワンチャン、今年ね、ちょっとこう不遇なというか、ちょっとまあ今までの使い方と変わってきてるじゃないですか。ってなってくると、じゃあ他球団行った方がよくねみたいな感じになって、他球団行かれると、この二人抜けられると相当やばいし、で、あと数年後にね、東郷がポスティングで、みたいな感じで行き出したら、結構やばいなっていうところがあるんで、あの、優勝したはしたんですけど、来年以降ほんまに心配だし、で、今年のドラフトっていうのもマジで重要だと思うんで、まだね、動画にまとめていきたいと思うんですけど、本当にね、素晴らしい逸材をやっぱりこう、引き当てていかないと、というか、獲得していかないと、本当にジャイアンツこれからね、今年はめちゃくちゃいいですよ。今年は良かったですけど、これからマジで衰退していく可能性が本当にあるんで、マジで今振り返ってみると、今年優勝できんかったら、数年はできひんなっていうところの現状はあったんで、本当に今年優勝できてよかったなと思うし、まあ菅野さんであったりとかっていうところも来年もね以降ね、どうなるかわからないっていうのがあるんで、すごくね、ジャイアンツはまあ難しいシーズンというか、本当にギリギリのところで、ギリギリの年代でね、優勝できたんじゃないかなっていうふうに改めて冷静にね、思いました。はい、てな感じでね、今日はちょっとまあジャイアンツ来年以降やばいんちゃうっていうところはお話してきましたけども、実際ね、冷静に見ると本当にちょっと
まあ、分かんないじゃないですか、 FA 行くかポスティング行くかって正直分かんないじゃないですか。絶対残ってくれるっていう確証ないわけじゃないです、ないわけじゃないですかってなってくると、やっぱ最悪の事態って考えていくっていうのは結構やっぱ大事だと思うし、最悪のこと考えといて残ってくれたら残ってくれたで最高や、良かったっていう風に思えた方がいいのかなというふうに思うので、そういったところで、まあ、あのね、ちょっと悲観的な動画にはなりましたけども、非常に、来季を考える上では、大切かなというふうに思いましたんで、この動画を作りました。はい、そんな感じでね、今日は終わっとこうと思います。その前にですね、チャンネル登録者数5万人目指してますんでね、まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ポチ、高評価ポチ、通知なんかもね、ポチッとしていただけると嬉しいです。そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。